今日はヨドバシカメラの中華バイキングにまた来ました。ほう、やっぱコロナで人少ないな。ドリンクバーとラーメンバー、4時くらいに行ったので時間的にも人が少ないから火曜日も少ないね。とはいえ2500円でこれだけ食べれるのはすごい。量が少なねえぞ。オープンロッテロペナーソース。とりあえずこんなラインナップで。素晴らしい、最高のショーだと思わんかね。鶏からエビチリ、麻婆茄子、ほうバンバンジーサラダ、ほう野菜炒め、アサリバター、酢豚、ほう麻婆豆腐、ほうとりの肉厚さと甘辛いタレ、こってりラッシュ中のもやしのシャキシャキ最高。しょうがないけどエビちゃんはちょっと小さいな。麻婆茄子はいいな。唐揚げ食べ放題たまらん。あまり食材にコストがかけすぎれない運調理で味を上手に使いこなしてると思います。あっさりじゃないあさり。イカマヨはこのマヨソースを唐揚げにつけるとコロナが収束します。こいつが空から降ってこなければ誰もラピュタを信じはしなかった。揚げ餅の中華あんかけ、具材たっぷりは嬉しいね。チャーハンにエビチリ乗せ。こいつが空から降ってこなければ誰もラピュタを信じはしなかった。それでもバラで食べます。ほう、小籠包決めるか。これはエビ餃子かな。シューマイですわ。やっぱスープが入ってるのいいね。ニラ餃子だってさ。女子力タイム。ごま団子、杏仁豆腐、黒ごまプリン、キャラメルケーキ、ほうマンゴーヨーグルト、ほう杏仁豆腐マーク2、ほう君にこのミントの髪飾り上げるよ。私はムスカ大佐だ。ごちそうさまでした。